こんにちは、宮沢雄英です。今日はですね、5月に整え直したい学級の乱れ5選、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。4月から始まった学級経営ですけれども、だいぶ慣れてきたと思います。他人の先生も慣れてきたと思いますが、子どもたちですね、子どもたち慣れてきてリラックスして安心している中で学習を進めることができて、とっても素晴らしいことだと思うんですが、このリラックスが悪い方向に行くと、だらーっとけじめなく、なんか浮ついた感じになってしまうんですよね。でこれがこう子どもたちの学級の秩序の不安定さにつながっていく、ありますね。5月のあれとか、魔の6月とか、いっぱいネガティブワードがありますけれども、そういう状況につながっていってしまう場合もあるっていうことですね。今日はそんな中の学級の秩序を整え直していくポイント5つ紹介していきたいと思います。5つ全てやってくださいっていうことじゃなくて、何か当てはまるものがあれば子どもたちに対してアプローチしてあげると、もう一回ね、あの時のフレッシュな気持ちで学級経営できるようになっていくと思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢雄英教育研究所。さあ早速いきましょう。5つのうちの1つ目でございます。じゃあこちら、教室環境ですね。教室環境っていうのはとっても大事です。子どもたちが過ごす教室の環境ですからね。割れ窓理論なんてありますよね。殺伐したもの、ボロボロのものをそこに置いておくと、その周りの雰囲気までボロボロになって殺伐としていってしまうっていうね、割れ窓理論なんてありますけれども、まさにこれ教室でも同じことが言えるんじゃないのかなっていうふうに思います。今日はその中の3つ紹介したいと思います。教室環境のね、1つ目はカバンロッカーです。カバンロッカー、4月は物が少なかったんですよ。子供たちがロッカーに入れとく。ところがゴールデンウィーク明けて、もう学習がガンガン本格的に進んでるんで、結構カバンロッカーの中に入っているものも多くなってくるし、でその管理がずさんになってきてると思うんですよね。なのでもう一回4月に多分伝えたと思いますけれども、このカバンの使い方、もう一回言いましょう。カバン置きます、なんかファイルとかカバンのじゃあ下に入れます、鍵盤ハーモニカはじゃあ左側に置きますとか、なんかあったと思います。そのクラスの独自のルールがね、これもう一回教えてあげましょう。で教えるだけじゃなくって、肝は時間を取ってあげるっていうことですね。じゃあ授業今2分残ってるから、この2分ちょっとカバンロッカー整理する時間にしようかって言ってスタートってすると、ピシッと綺麗になっていくっていうことですね。教室のカバンロッカーです。でもう一個は机ですね。机と椅子がこうぐにゃぐにゃ曲がっていると、やっぱり子どもたち学習するのに姿勢がどんどん悪くなっていってしまうので、まっすぐピシッと整えるような状況を作っていきましょう。ポイントは、僕は授業の挨拶時にシステムを構築しちゃっていました。授業挨拶必ず日直にさせていたんですけれども、これから算数の授業を始めます、お願いしますじゃなくてですね、これから算数の授業を始めます、机と椅子を揃えてください、お願いします、でその一言入れてもらうだけで、学級全体の机と椅子が毎授業、授業の常に冒頭先頭で机と椅子が整うっていう状況を作ることができるんですよね。担任がいてもできる、いてもできるし、担任がいなくてもそういう状況が整うし、子どもたちのやる気があったとしてもなかったとしても、天気が晴れてたとしても雨だったとしても、どんな時にも整ってきますよね。これシステム構築っていうことですね。そういうシステム構築を導入していくといいんじゃないのかなっていうふうに思います。そして最後3つ目、提出物ですね。いろんな提出物があります。4月はピシッと提出していた子どもたちでしたが、最近は結構こうぶん投げたりとかですね、提出物と提出物がこうぐにゃぐにゃぐにゃとこういっぱい積み重なっちゃってる乱雑な状況っていうのはあると思います。こういったものも相手に対して失礼だよとか、やっぱりみんなの公共の場なんだって、この公共っていう言葉を教えてあげたいですね。ちょっと難しいですけれども、みんなで使う場所なんだ、だからそれにふさわしいプリントの提出の仕方もしていきましょう。具体的にこうするといいよねっていうのをもう一回ね、指導をしておきましょうということです。この教室環境すごく大事なんでね、この5月もう一回改めて指導をし直しましょう。続いて2つ目、言語環境です。4月は割と緊張していました、子どもたち。だから誰かの悪口とか ネガティブな発言とかあんまりあえて言わなかったんですね。ちょっと言葉悪く言っちゃうと猫かぶってたっていうところあるかもしれません。でもリラックスしてきてるんで、その子どもたちの姿が出てるんですよ。っていうことは必然的にネガティブなワードもいっぱい出始めてるっていうことですね。この言語環境がやっぱネガティブになってくると、子どもたちの緊張感が高まってくるんですね。で緊張感が高まってると怖くて恐れるんで、怖いので、自分の素直な思いとか考えとかっていうものを表出しにくくなってくるんです。これ学習の阻害要因になってくるんですよね。なので言語環境も整えていきましょう。今こちらにネガティブ発言の一覧出てるでしょうか。こういったものが何か一つでも学級の中に気になるものがあればですね、子どもたちと相談して、焦点化して、まずこのクラスはこれなくしていきましょう。例えば、は？
そんなことも知らないの、はぁ、このはぁっていうこの言葉やめよう、気分悪いしさ、このはぁはもう絶対やめようみたいな感じで焦点化して、子どもたちと合意形成して徹底的に潰していくといいと思います。おそらく4月よりネガティブ発言が増えちゃっている学級っていうのもあると思います。それは担任の先生が悪いんじゃなくて、子どもたちの素の姿が出始めてるってある意味いいことなんですよ。そして自然なことなんですよ。でもそこからが始まるっていうことですね。なので目の内に積んでおきましょうっていうことでございます。3つ目、服装ですね。ちょっと意外かもしれませんけれども、服装が結構乱れ始めてる子どもが増えてきてると思います。これは学校のルールにのっとっていけばいいと思うんですけれども、例えば掃除中に赤白帽子かぶりましょうとか、体育の授業中は赤白帽子かぶりましょうとか、歩くときはきちんと靴履きましょう、かかとは踏みませんよとか、歩くときはこうポケットに手入れませんよとか、体育の授業中服はちょっとズボンの中にインしますよとか、学校ごとにちょっとバラバラだと思うので、ここではちょっと何とも言えないんですけれども、これもきちんとポイント時間取ってあげて、例えば清掃中に赤白帽子かぶるんだったら、はい、いってらっしゃいで、各班を先生が回った時に一班一班指導をするんじゃなくって、清掃行かせる前に今日一回集まってください、で集まらせて集合させて、じゃあ床かどっかに座らせて、赤白帽子ありますか、見せてください、きちんとかぶりましょう、シャツがズボンの中に入っていますか、雑巾持っていますか、物きちんと確認して、こういう状況を必ず作ってから出発しましょうねっていう、その仕切り直しをしてあげるといいと思います。そうするとまた効果ね、2、3週間ぐらい持続するんじゃないかなっていうふうに思います。だから定期的にやっていくことが大事です。今日の動画のテーマは5月に整え直したい学級の乱れって言いましたけれども、これ毎月乱れていきます、基本的にはね、学級の雰囲気っていうのは。だからでも毎月毎月定期的にこう子どもたちに対して指導をしてあげるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。3つ目が服装でした。4つ目はですね、字です。字が乱れ始めてきてると思うんですね。僕担任してた時も必ず乱れ始めています。ミミズみたいな字書く子、薄くなっちゃう子、ピンピンに尖った鉛筆の芯で書いてたのに、すごくぶっとい感じになってる子とか、とにかく、ね、読みづらい字が増えてくると思うんですよね。4月は新しいノート配られて、1ページ目開いて、よし今年は頑張って丁寧に書くぞって最初の、ね、2日か3日ぐらい頑張って書いちゃうと思うんですけれども、もうこの5月になったら例年通り戻っちゃってることも多いと思いますので、もう一回仕切り直していきましょう。まず鉛筆は削ること、基本的には家で削ってくること、休み時間の間にも削っておくこと、これがもう大前提ですよね。そして授業の中でミミズみたいな字書くんじゃありません、きちんと書きましょう、じゃあよくわからないので、ポイントは止め、跳ね、払い、ここ大事にしていきましょう。じゃあ今から字書きますよ、止め、跳ね、払い、意識しながら書いていきましょうね。いきますよ、5月のの5、数字ここキュッと止める、で5月の月は1画目はスッと払う、月2画目は跳ねるっていうような、少しちょっと手間なんですけれども、こんな風にこう意識してナビゲートしてあげながら子どもたちに書かせてあげると、だれちゃったなーなーになっちゃった子どもたちの意識が復活してくるんでね、やっていきましょう。子どもたちのこの集中度合い雰囲気っていうのはね、本当に字に現れるんですよね。僕はもう字の乱れは心の乱れだと思っています。僕たちも元気がなくなってくると、やる気がないと筆圧が弱くなってサラサラサラって書いちゃうじゃないですか。日記書いてる人とかいますか？僕普段書いてるんですけれども、やっぱ元気がある時って筆圧もあるんです、強いんですよね。でも結構落ち込んだりとか、元気がなかったり集中してなかったりくたびれたりすると、もうミミズみたいな字、大人でもなっちゃうんですよ。子供だったらなおさらだと思いますからね。この辺ちょっと5月仕切り直ししていきましょう。以上が4つ目でした。最後5つ目です。こちらはですね、態度です。学習態度、あるいは学校で生活する態度っていうふうに言ってもいいかもしれません。これが4月と比べて5月か結構ねぐちゃぐちゃになってきてると思います。一番わかりやすいのは姿勢ですね。学習に向かう姿勢、結構だらーっとしちゃったりとか、机と椅子の距離が昔は4月はグー1個分だったのに、今1メートルぐらい空いてる子供いますとか、そういうこともクラスの中にね、1人2人いるかもしれませんが、この辺気になる学級があればもう一回仕切り直していきましょう。ポイントは授業始まる、活動が始まる前にですね、もう一回確認をしていくといいと思います。椅子はきちんと前にキュッと入れますよ、お尻は深く座ります、グー1個分ぐらい机と空いてるといいかな、猫背じゃなくてピッと背筋を伸ばしましょう。目線は前、きちんと見てくれてると嬉しいな。足組むんじゃないですよ、足は組まないですよ。きちんとかかとを床に
くっつけましょうみたいにするとね、子どもたち分かりやすいと思います。はい、以上が、5月に整え直して楽器の乱れ5選、5つだったんですけれども、最後ちょっと全体まとめてお話ししたいんですけれども、この指導ポイントっていうのは、これ多分動画配信してるの木曜日だと思うんですけれども、木金に指導しないっていうことがすごく大事です。僕はこれ意識していました。これなんでかっていうと、木金に指導するとやっぱり土日を挟んでしまいますから、指導した結果成果が出るんですけれども、これがプツッと途切れてしまって継続していかないんですよね。なのでこういうのは秩序整え体系の指導に関してはですね、月曜日とか火曜日に指導するのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。そうすると月曜日に指導して火水木金って5日間こう継続していくことができるので、結果子どもたち翌週になってもそれが身についてる、定着している割合が結構高くなってきたりするんですよね。なので子どもたちに指導していくんだったら週の前半がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今日の動画が面白かった、役に立った、5月もう一回講師切り直してみようかなっていうものが1個でもあればですね、良ければいいねコメントしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録や皆さんの学校で一緒に働く大事な大事な同僚の先生にシェアしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。